古屋市民。どうも、いらっしゃいませ、古屋市民です。本日はお店の紹介です。まあ、うちのお店がですね、今年の4月にオープンしたんですけれども、初の秋冬を迎えましてですね、秋冬一体どうなんだと、お店の中どうなっとるんだと、いったところをちょっとご紹介しようかなと思っての動画でございます。本日も最後までよろしくお願いいたします。まず、お店の外観はこんな感じです。そっちがもう中目黒の駅で、ほど近く。めちゃくちゃウェルカムな外観です。スーパーウェルカムっていう感じの外観で、店内は入るとこんな感じですね。ザーッとこんな感じ、ザザザザザーッとこんな感じです。入って一番最初のラックはですね、まあ柄のついた面白いシャツとかそういうものをメインに置いております。この辺りなんですけれども、結構ね、まあこういう風なラルフのシャツから古いブルックス、まあ、その他ヴィンテージ系のチェックシャツなんかもこう置いてありますので、そういった感じでこう年代問わず置いていってるっていうような感じですね。この辺とか 50s のシャツに80年代のカーディガン合わせたりとか、ラルフのコーデュロイのシャツとか置いてあったりします。で、この辺りがカットソーコーナーですね。カットソーコーナーで、こちらがスウェットコーナーでございます。結構こう軽めの80年代から90年代にかけてのスウェットが置いてあります。まあこんな感じでスウェットが置いてあるんですけれども、うちはお店の広さがそんなに広いお店ではないのでですね、こううぞうむぞうがバコって置いてあるっていうよりも、結構こうサイズ状態セレクトしてこういい感じのものが厳選して置いてあります。ここら辺は無地コーナーであったりフーディーだったりっていうような感じです。で、ここの横の壁にもパーッとかかってるんですけれども、まあそこまでこうスペシャルがかかってるっていうわけではないのでですね、全然手に取っていただいて大丈夫です。で、このあたりシルバータブのシャツだったりとか、割と古めのコーチジャケットだったりとかかかってたりしますので、見ていいですかって一声かけてピャッと取っていただいて結構でございますので、全然このあたりもお気軽にってな感じですね。意外とね、ここら辺とか 50s のギャバジンジャケットとかかかってたりしますので、お気軽に手に取っていただければと思います。この辺がボタンダウンが並んでるんですけれども、割と年代問わず、まあそうですね、60年代から90年代ぐらいまでっていう感じでこうボタンダウンが並んでますと。で、並んでるボタンダウンもですね、まあこの辺り80年代のまあ綺麗なボタンダウンだったりとか、この辺りは軍物のボタンダウンだったりとか、これ海軍ですね。あとは90年代のブルックスだったりとかがかかってたりします。あとはここにですね、ラルフのコットンニットだったりとか、あとはなんかこうジバンシーのカシミヤコートとか置いてあったりします。もううちは結構こってりアメカジのお店なんですけれども、たまにこういうものもあったりしますんで、まあぜひ隅々まで見て遊んでいただけると面白いです。まあめんどくせえやっていうことで僕に声かけていただいても全然結構でございます。で、続きましてこちらのラックですね。寝るシャツ、パーカー、シャカシャカ、デニムっていう感じで、まあ置いてありますね。この辺柄超いい感じですね。セブンティーズのヘビネルですね。あとはカーハートのフーディーだったりとか、こうシャカシャカ系が置いてあったりとか、ジージャンが置いてありますね。まあリーバイスのジージャンからですね、この辺古いローバック、セブンティーズぐらいのローバックだったりとか、まあ、これ辺60年代から70年代にかけてのカバーオールだったりとか、リーバイスをはじめ古いカバーオールまで、まあデニムあるよーっていう感じです。さあ、そのまま奥のラック見ていきますと、こちらはですね、コットンニットシャツシャカシャカって感じですね。で、これ最近入れたエディのコットンニットですね。むっちゃいい表情でかなりおすすめです。あとは古いディッキーズからコーチジャケット、あとこの辺りはアメリカ軍のフィジカルトレーニングユニフォームとか置いてあったりとか、あとこの辺はですね、結構こう民間品なんですけれども、 ACU だったりとか山系のシャカシャカ、まあエディとか結構いい感じのが揃ってますんで、ゴア系とか置いてあります。この辺りなんですけれども、まあコーデュロイのパンツとアウター系が置いてありますね。まあうちのお店が今年の4月にできましたということでですね、もうこの机最近来たんですけれども、ちょっと新しく来た机にですね、今コーデュロイのパンツを乗っけております。で、この辺りアルファの MA1 だったりとか、スタジャン系ですね。この辺とか超最近入れたレッドリボン軍のスタジャンとか、レッドリボン軍じゃないんですけれども、ほぼレッドリボン軍ということでスタジャン系置いてあります。あとはペロッとベルスタッフのトライアルマスターとか置いてあったりとか、この辺りは古いハンティングジャケットですね。だいぶ古いハンティングジャケットです、まあ、綺麗なハンティングジャケットもありますとかとか、そういったちょっと重めのアウター系が置いてあります。で、こっちの壁はキャップとかですね、あと T シャツ、ロンT、スウェット、米軍のシャカシャカとかかかってます。で、こっちの壁なんですけれども、これはライナー付きのビッグイのフォースだったりとか、ファイブラのブロックチェックだったりとか、こちら辺は結構スペシャル系かなってな感じで、腰腰のカバーオールだったり T シャツだったり、ヘラクレスのカバーオールだったりとか置いております。全然見れますので、私に一言お声掛けくださいませ。で、うちのお店がですね、こう L 字型なんですけれども、こう入ってきてペコッと曲がっておりますと、まあ、ここら辺にもこうずっしり置いてありますよということです。入ってこちらのラックなんですけれども、基本的にはね、パンツが置いてありますね。この上の方550550ブラック550ホワイト、あとは
エトセトラ。ここはエトセトラ。ここ505ですね。で、下の方もカーハートリー、まあエトセトラって感じです。パンツとか結構いいもの揃ってるんで、詳しくは聞いていただければと思います。次はこちらのラックですね。ここはですね、まあ T シャツが下と上と置いてあって、リバースウィーブ。リバースウィーブがここに並んでますね。こっちはですね、フーディーだったり、XXL、XLL、M とか、そんな感じで置いてあります。で、ここら辺ウールコーナーなんですけれども、年代もこう古いものから90年代ぐらいのものまで。で、素材感もですね、様々で、シェットランドウールからモヘアカシミアアルパカウールと結構様々ありますので、広げていただければと思います。で、この辺がコットンスラックス置いてるんですけれども、アポロドッカーズをメインに置いてるんですけれども、かなり評判良くてですね、サイズも様々あるので、これマジ調子いいと思います。コットンスラックスです。そしたら最後ですね、一番見覚えのある画角だと思うんですけれども、まあ私が軍物が好きでですね、ここら辺はもう軍物がメインです。古いチノパンから古い軍パンみたいな形で、あとはベイカーとかもぴょっぴょっと置いてあります。で、こっちはですね、結構古めの40、50年代の軍物のシャツだったりとか、で、こちらはノンリップのジャングルファティーグですね。あとはこの辺のシャカシャカ、海軍のブルーベリーだったりとか、ジェネレーション1のウッドランドカモとか置いてあります。で、フィールドジャケット M65、M51、あとはここら辺の65パーカーですね。この辺も S、M、L とありますので、サイズも選べるかなっていう感じです。で、51パーカーがあってっていう感じですね。ここはチノパンコーナーですね。60年代から70年代にかけてのチノパン。下はリーバイスの501アメリカ製です。まあ、そんな感じでしょうか。今こんな感じで秋冬ラインナップしてまーす。まあ動画やインスタチェックいただいてる方には伝わってるかと思うんですけれども、アメリカ地物が 99.5% ぐらいありますね。たまにジバンシーのコートとかディオールのシャツとか入るもののほぼアメリカ地です。で、こうベタなアメリカ地なんですけれども、その中でもちょっと面白いものとか置いてあったりしますので、ゆっくり見ていただいて、わからなければ聞いていただいてってな感じでお待ちしております。で、僕なんか基本的に僕からあんまり話しかけることないんで、ぜひ話しかけていただければと思います。まあそんな感じで、たまにはお店の紹介、古着屋趣味秋冬紹介でした。こちらの動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとインスタグラムですね、チェックよろしくお願いいたします。古着屋趣味でした。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。中目黒の古着屋、古着屋趣味をよろしくね。